はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回はほんのちょっとしたことなんですが、Amazon のセラーセントラル、セラー専用の管理画面を少しだけカスタマイズすることにより、 Amazon 物販の各種作業が劇的にかなり効率的に行えるようになるという話をさせていただきます。どんな作業が楽になるかというと、例えば代行会社に買い付け依頼を出して、買い付けに必要な書類を用意するタイミングだとか、商品を発送して Amazon の倉庫に納品されている最中、進捗状況を確認したい時だとか、あとは少し前の動画で言及させていただいた法人価格を設定している場合、通常の販売価格はいくらで法人価格はいくらかといったことを改めて確認する際などに非常に便利です。では早速説明していきます。セラーセントラル在庫タブ、在庫管理をクリックしていただくと、画面の右上に設定非表示〇〇項目と書いてあるボタンがあります。そのボタンをクリックしてください。すると項目の表示という箇条書きの項目が出てきて、チェックが入っているものと入っていないものがあります。ここで今回の一番のポイントなんですが、今行っている作業に応じて表示させる項目を変更していくってことがミソになります。必ずこの項目にはチェック入れて、必ずこの項目のチェックを外してくださいという話ではないということです。例えば買い付け依頼を出している際に FNSKU 対象表というものを代行会社さんに提出する必要があります。これはこの商品にこのラベルを貼ってくださいと代行会社さんに指示するための書類なのですが、その際に必要になってくるのがバーコード番号、俗に言う FNSKU です。デフォルトの設定で FNSKU にチェックが入っていないので、チェックを入れていただき、一番下の黄色い更新のボタンをクリックしていただくと、在庫タブ在庫管理上でこの商品の FNSKU は何かということがすぐにチェックすることができます。ちなみに FNSKUX で始まる商品ラベル番号は Amazon での倉庫の中での個別識別番号です。よく誤解される出品者 SKU、 もしくは出品者 ID は、商品を出品登録する際にセラーが自分の都合で分かりやすいようにつける個別識別番号であり、 ASIN というのは全ての Amazon 上での出品商品に Amazon 側が自動的に付与する出品番号になります。 FNSKU、 出品者 SKU、 ASIN、 この3つっていうのは分かりづらいので、今回の機会でぜひ腹に落としておいてください。次に商品が移動している時、例えば代行会社から商品が発送されて Amazon の倉庫に届くか届かないかのタイミングや、ご自身で返送手続きなどを行って不良在庫になっている商品を一時的に別の倉庫に移動して梱包のし直しだとか、ラベルの貼り替え、再納品の手続きを行いたい際は、在庫の数や動きのある在庫数に関する項目にチェックを入れておくと良いです。具体的には、在庫あり推奨、納品販売不可、入出荷作業中、この4項目にチェックを入れておくと、在庫タブ在庫管理の画面上で商品の動きを可視化することができます。このようにチェックを入れたり外したりしながら、その都度その状況に合わせて画面をちょっとカスタマイズするだけでも作業が効率的に進めます。最後に1点注意点なのですが、だったら初めから全てチェック入れてしまった方が全部の情報が見れるからいいじゃないかって思う方もいると思いますが、ある程度チェックを入れすぎてしまうと、商品のタイトル部分が短く表示されてしまい、商品をバリエーション出品する場合、要するに一つの商品に色味が2種類あったり、サイズが2種類ある場合、商品のタイトルの一番最後にカッコに入って自動的に色の名前やサイズの名前が追記されるような仕組みになっていますので、商品タイトルが途中で切れてしまっていると何の商品かわからなくなってしまいます。もちろん一つ一つの商品に画像を設定していれば視覚的に確認することはできるものの、出品登録して買い付けを行っているタイミングってまだ画像を設定していないことが多いんですね。またどちらにしろ似た色の商材だとかサイズ違いに関しては画像で見たところで確認取れませんので、あくまでもその都度その都度必要な項目にチェックを入れたり、不要なものは外すっていうことを臨機応変
限に行うことを推奨しています。というわけで今回は在庫管理ページの表示項目をカスタマイズすることにより各種作業が効率的に行えるという話をさせていただきました。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございます。